Motors。 はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。前回1月22日にダイレクトカーズさんのトリップ2っていうのを紹介させてもらったんですけども、あの時に名古屋のイベントでなんだかプレゼント企画特典がつきますよっていうお話しさせてもらったんですね。でその確認と、今日実は車両がすごく展示されているので、その中で僕が注目しているのがリトリートのハイエース、こちらの方をぜひ紹介してもらおうと思います。紹介したいのは実はリトリートのハイエース、実はうちで1回紹介してるんですけども、あとナローとですねワイドがあるんですね。ちょっと1回ね、僕の開き方とってますか。うなりさん、あ、お久しぶりです。お久しぶりです。前回、はい、あの動画の中で特典つけてくれるって言ってはったんですけど、はい、まあ、とりあえず今回ついたんですよね。そうですね。あ、よかった、あの動画の中で言い切ってたんでね。とりあえずはあの、まあ、内容はご制約していただいた方に発表するっていう形になってるってことですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃ、実はですねリトリートのハイエースね、前回うちで紹介してるんですけれども、前回多分こっちの方やったと思うんですけど。そうですね、はい、はい、実はこちらが、サイズ的には何でしたっけ。こちらが、スーパーロングですね、ハイエースのスーパーロングで、これがもう特徴的なのが、まあ、リトリートなんでロングハウス的な感じ、ね、そうですね、ですよね、はい、すごいな。でこちら今どういう展開なんですか、ベッドは。これ今、まあ、1段目のベッド展開っていう形でしてあります、はい、あ、なるほど、1段目というと、はい、というとこのマットが実は上に、はい、ちょっと上がります。こうしてもらうと、はい、2段目、おお、ね、これ2段ベッドになるんですね、はい、すごいな。え、これがじゃあ2枚上に上がって。そうですね、追加でもう2枚、あ、追加で、はい、入れられますので、追加であの買う形になるんです、ね、はい、そうですね、なるほどなるほど。でこの展開的には2段ベッドと、まあ、シングルというか1段のベッドと、はい、他にはどういったと対面型っていうのも、対面型があります、はい、なるほど。じゃあ今ちょっとインサートで入ってると思うんですけれども、はい、対面モードと、対面モードと、はい、あとは、まあ、通常の前向きのモードに、シートで普通に座るような形になるんですね、はい、そうですね、モードとしてはそんな形ですね。なるほど、すごいな。ちょっとじゃあ横の方も見させてもらおうかなと思うんですけれども、はい、こっち横の方でこれ特徴的なこの引き出しがあるんですけども、はい、これ一体どういう感じなんですか。これは、はい、スッと見てもらうと、おー、キッチンが出てきましたね、はい、横で作業ができるという、はい、ここで作業して、はい、でまあ、この辺にテーブルを置いて、はい、あのオーニング出して、そうですね、こう出してもらったりとか、はい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 、こだわってますね。相変わらずはエリさん、こだわってますよ、楽しいポイントですよ、すごいですね、はい、あとちょっと気になったんですけど、はい、ハイエース運転席と助手席って後ろ向くんですね。これは回転するキットを今入れてます、はいはい、なので回転するキットを入れてあげればこういう風に回転が、そういうことなんですね、はい、これは一応標準なんですか。これはオプションで入れてます。オプションで回転キットを選びいただけます。なるほど、ありがとうございます、はい、そしたら次もう1台のもの、はい、おそらくナローになるんですか、ね、そうですね、ナローになるんで、はい、じゃあ続いてナローですね、はい、前回これちょっと実はあんまり紹介できてなかったんですけれども、はい、もういかにも見るからに引き出しが後ろから出てきてるんですよ、はい、ワイドの方はなかった装備が今ちょっとついてるんですけども、はい、すごい、いきなり引き出しが出て、はい、でこっちは1段目のベッドと、これは1段のみです。これは1段のみ、はい、なるほど。え、就寝は何名ぐらいなんですか。これだと2人ですね、2人寝れるかなと、はい、なるほどですね、すごいな。あとこの辺の引き出しとかも皆さん見てください、これすごくないですか。これは、はいはいはい、横に出てきて、はい、それこそここに腰掛けて、はい、パソコンとかそういう仕事ができるようなこう、ね、なるほど、すごいな、はい、ここでまあ仕事もできるし、はい、まあ、食事もできるし、そうですね、カウンターで引き出し出して、ここのまあイメージ通りですよね、はい、このカメラマンさん、この辺の、まあ、屋根があるんで、はい、屋根があってテーブル置いて、はい、もうその、はい、もう車1台あればもうキャンプがすぐできちゃう。そうですね、気軽にどこでもキャンプできる。あともう一つ気になったのが、はい、この何ですか、このテントオーニングですか。そうなんですよ、え、ちょっとこれですね、はい、こうちょっと今回見つけてきまして、はい、こういう通常はこういつものオーニングと同じような、はい、こう
ういうしまい方してあるんですけど、はい、展開がぐるっと後ろまで、そうですよね、わーってなんか開いて、なんか、はい、テントになってます。すごい広いんですよね。はい、あ、じゃあこれもオプションで設定される形ですかね。そうですね、そういったものも出てます。すごいな。まあ、あのこの車両がこう、まあ、どこでもこういうキャンプとかができるっていうので、はい、後ろのスペースとかを使っているので、確かにこれを横から後ろに向けて、はい、こう日陰の中をこう移動できるような。なるほどなるほどなるほど。まあ普通だったら車とあの、まあ、テーブルとか別で用意して、はい、あのセッティングしたりとかすると思うんですけれども、はい、もうこういったのがあるだけでかなり便利ですよね。そうですね、もう収納スペースっていうのがもうこれ搭載しちゃってるので。なるほどですね、はい、ちなみにナローとワイドってなんで2種類作られた、なんかちょっとこういう目的とか、あと就寝とか乗、はい、乗車定員、はい、とかのなんか違いがあるんですか。ね、こちら今ナローなんですけど、はい、こっちは5人乗りになってまして、はい、寝るスペースとしては2人寝るの2人、はい、2人、はい、なるほどですね、なってます。ワイドの方が、はい、乗車定員は5人なんですけど、はい、寝るスペースとしては一応車検証上は2人なんですけど、はい、スペースとしては4人ぐらいは寝れるスペースがあります。なるほどですね、あ、はい、なるほどです、まあ、2段ベッドになってましたもんね。そうですね、まあ、あのターゲットとしてはこっちは本当に一人、はい、もしくはお二人で、はい、気楽にいろんなところ行けるような、はい、なるほどですね、はい、あっちはどっちかってもうちょっと家族、そうですね、ファミリー家族単位、はい、なるほどですね。まあ、そういう積み分けがあるみたいなので、はい、まあ、好きな方を選べるような設定をされているということなんですね。はい、その通りでございます。はい、はい、ナイさん、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はあのすいませんね、あの特殊能力使えなくてあの全然あの引き出せなかったんですけれども。いえいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。いつでも出るんで。あ、そうですか。はい、で、ぶっちゃけ最後、はい、あのおそらく皆さん気になっているのは価格だと思うんですよ。はいはい、で、まあ、おそらくナローとワイドですので価格差も違いますし、グレードによって車のグレードによっても違うと思うんですけれども、はい、ちなみにこちらのナローがおいくらぐらいなんですか。はい、こっちのナローの状態ですね、はい、まあ、この使い方のできるこの装備が、はい、339万からになっております。339万税別から。そうですね、税別でオプション付けいろいろ付けれるよっていうところ。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにそうすると、このグレードは肉のガソリンとかと、まずハイエースデラックス、ハイエースデラックス、はい、はい、デラックスのグレードで、はい、5ドアの、肉のガソリン、肉のガソリンになってます。なるほどですね、はい、はい、でワイドの方が、ワイドの方が、はい、まず価格からいきますね、はい、価格が529万になっております、はい、おー、はい、ちょっと上がりましたね。そうですね、はい、実はまあ装備もだいぶ変わってますので、はいはい、なるほどですね。そうです。あちらのグレードは、グレードが、ベース車両が、はい、ハイエースの、まあ、スーパーロングの大きさの、はい、まあ、あのキャンパー特装車っていうものをベースにしてます。あ、そういうのがあるんですね、はい、ベース車両が、ね、なるほどなるほど。それをベースにして、はい、後ろをこう仮装してやってます、はい。あ、なるほどですね、はい、まあ、基本的には標準的にはこういった、まあ、ベッド展開できる状態と、はい、まあ、もちろんあのこういった内装ですよね。そうですね、こう木がリアルとかあるような、はいはいはい、でもちろんあのサブバッテリーとかもあの搭載されて、そうですね、電装系もちゃんと使えるようになっているというか、はい、こっちの標準の大きさのものに関しては、はい、サブバッテリーはオプションに。あ、サブバッテリーはこちらはオプション、はい、オプションになります、はい、で一方、まあ、スーパーロングの大きさのものに関しては、はい、もうサブバッテリーは標準で。なるほどですね。なおかつクーラーも入ってます。あ、そうですよね、クーラーついてましたもんね。ついてます、ついてます。こっちもクーラーなかったですもんね。そうなんですよ。なるほどですね。ので、まあ、車両が大きくなるにつれて装備も増えてるような、はい、あ、なるほどですね、はい、で価格もちょっと上がってる。はいはいはい。じゃあ、まあ、そういったクーラーとかそういう電装系あんまり使わない人は、まあ、こういった車両も選べるっていうところですね。そうですね、はい、あ、なるほどですね。なんとなく違いが分かりました。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ちなみに、今日は、名古屋キャンピングカーフェアなんですけれども、はい、4月のジャパンキャンピングカーショー、
はい、東京の方であると思うんですけれども、はい、そちらの方にもこちらの車両は出展される、おそらく持っていくと思います、はい、おそらく持っていくということですので、はい、あのぜひですねジャパンキャンピングカーショーの方にもですね足を運んでいただいて、はい、船入さんにたくさん声をかけていただければ嬉しいなと思います。はい、結構今日イベントも忙しかったですもんね。そうですね、ちょっと時間もしてしまって申し訳なかったんですけど、いえ、とんでもないです、はいはい、たくさんのお客さんに来ていただきました。そうですね、はいはい、またそうしましたら、まあ、いろんな各地でイベント出られると思いますので、はい、またどん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 お越しいただければなと思います、はい、もし今日の動画ですね見てよかったよっていう人はいいねボタンとチャンネル登録をバン、ダイレクトカーズさんの YouTube チャンネルの方も、はい、ぜひご登録をお願いいたします。お願いします。では船入さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。